はい、どうもこんばんは、サントフランソワーズでございます。まあ、ご覧いただいたばかりように、SP 水曜劇場がいつも使っている、コンピュラのスタジオではなく、ここはどこかというと、ドアプロデュースさんの、トニヒラの声の初日が終わった後の、ロビーでですね、体感時間まであと15分しかないところですね、無理やり撮っているという人に迷惑なことをしているのが我々でございます。で、今回ですね、こうやって出るからに告知するんですけども、来月もう1ヶ月ないんだけども、12月20日から22日までインディペンデントシアターファーストにてクリスマスギャロップというお芝居をやります。こちらはですね、お台場見てのお帰りということで、料金後払いシステムとなっております。まあ、カンパ制とか、大先生とか、まあ、そういうのといえばそういうところなんですけども、見終わった後、これぐらい払っていいんだというのを、封筒に入れてもらって、それを受付に返して、さらっと去っていくという、そういう小粋な料金システムでやっております。面白くなかったらお金払いたくないなっていうのは、みんなが思うことで、自信があるからといえば自信があるからもあるんだけども、そういうのを自衛機団で試してみようかなと思って、今回今年の 30GP 優勝記念というのもあって、そういうのも絡めてやってみようかなと思ったりしております。肝心のお話の方なんですけども、こちら、沢井さんがですね、チラシの方は、コートを着てるんですけども、このコートはですね、1枚、ひっぺがした日にはですね、見えないですよ、ひっぺがした日にはですね、下からですね、高校の制服姿の沢井さんがあらわになるわけでございますね。この女子高生である沢井さんがですね、クリスマスイブに、とあるお店に、訪れて、で、お店で開口一番、私の今着ているこの制服はいくらになりますかって言ってお店に人に言うという、だから1990年代後半にブルセラという言葉が世の中に初めて出た、そのブルセラという言葉を作った少女の半世紀を描いたお話となっている予定ですけども、事務所のね、最初の事務所とかね、クレナキカさんからクレームが出た場合はそういう話にならない可能性もあるので、皆様のお目に触れるのは全然違う話になるかもしれませんけども、楽しみにしていただいたらなと思ったりするわけでございます。ほら、今ちょっと5人なんですけども、もう一人三河本京さんがいらっしゃって、京さんは今ちょっと別のお仕事でいらっしゃるんですけども、京さんもですね、ベテランなのに、こんなことをされていいのかっていうことをされているので、それも楽しみにしていただければなと思います。本当に時間がないで今焦りながら喋ってるんですけども、そういうことでございますね。なので、もしお時間あればですね、12月20日から22日、メガネにかなうが終わった、翌週のメガネにかなうがやってた劇場のインディペンデントシアターファーストでやっております。今年もメガネにかなう、よかったね、よかったね、やってくれてよかったねって終わるのではなく、メガネにかなう、今年も終わったねって言ったところから、何かあったなっていう、何かあったなっていう、何かこう、多くはニラが詰まってるような、何かあるなっていう、そういう感じで思い出していただければ、こんだけ、厳しい中、なかなか喋ったりもあるかと思います。少女、本当にやばいので、ぐだぐだですが、以上で終わります。どうもありがとうございました。サンド・フランソワーズでした。ありがとうございました。